ームセンターに行きました。そこにはいろんな魚が売られてました。青い魚とイソギンチャクです。青い魚、とても綺麗でした。イソギンチャクはふわふわしながらプランクトンなどを食べているのでしょうか。少し癒されますね。次は、サンゴの仲間のようです。大きな動きはありません。移動したりするのでしょうか。サンゴって、植物ではなく動物ですよね。小さなずっと木がうにうにしてました。青い魚の向こう側の水槽に黄色い魚も泳いでました。次は平べったい魚です。たくさんいるとおしゃれな感じですし、とても綺麗です。この魚なんて名前なのかな？平べったいから、ヒラチアンということにしておきます。どの魚も恥ずかしながら、名前を知りません。お待たせしました。最後は、多分フグです。このフグはこの大きさで大人なのでしょうか？それともまだ子供なのでしょうか？私にはわかりません。フグは水族館でも見入ってしまうほど好きです。かわいいですね。以上。棒読みアプリで解説を入れてみました。